ちらの方は。こちらの方、はい、あれです、地元のサーフショップのおじさんです。おじさんですか。はい、はじめまして。あ、サーフショップのオーナーです。ディアサーフ。もう私がちょっと飲んでいいかな。はい、行ってください、とりあえず。いただきます。どうです。あれですね。宮崎来てから、海のことをいろいろ教わって、サーフィンも教えてもらって、やりだした時の、プロサーファーの海野明君です。先生ですね、じゃあ。先生っていうか、まあ、僕の方が先に生まれてるんで先生なんですけど、まあ、そうです。海のですね、海の先生の海野さんです。こちらのお店よく来るんですか。そうですね、こっちによると大体行きます。おすすめは何でしょう。これからですね、徐々に。そうですね、出てきた時に。まあ、今日とりあえず。そうですね、ちょっとゆっくりさせてください。ゆっくりさせましょうか、とりあえず、ね、適当に回しておきます。適当に分回して、適当に。俺だって、俺は大体さ、空港でさ、なんか食おうと思ってんのにさ、お前トマトジュース一杯しか出さないしさ。あの時ラウンシアって飯食えばよかったんですけど。いや、なんか軽く食おうと思ってたらさ、もうなんかもう上行ったらなんかあんのかな、なんトマトジュース一杯さ、こっち着いてもさ、もう分回しだ、分回しだっつってさ、なんも食ってないままここまで来てんさ。さ、食べるもの食べないと会議もならないって話してんだよ、そんな。自分ばっかり、お前もう11時に来た段階でお前セブンイレブンかなんかコンビニでなんか飯食ったかなんか軽く食ったか知らないけどさ、こっち何も食ってないっつうんだよ。食うもんも食わせないさ、こっちはお前昨日のお前もう夕方から何も食ってないんだよ。頭回らないよ。洗車するっつってもさ、誰も手伝ってくれないしさ。つきましたよ、それちゃんと証拠残ってますよ。残ってます。もうやらない、俺もやらない、もうやらない。カメラ壊されそうになりましたもん。あの、だもうパパラッチみたいにさ、黙ってさ、回してるからさ、水ぶっかけてやったんだよ。豚足壊してよ。え？豚足を壊してよさ。起きなさいよ、はいはい。何にも食ってないっつってんだから。こ、はいはい、れだけは VTS 再生10万回突破。